明治神宮杯平成22年度全日本選抜レスリング選手権大会は各7階級の決勝戦が行われましたが、天皇杯の優勝者と今大会の優勝者が違ったクラスだけがプレーオフを行います。フリースタイルの84キログラム級がこの後プレーオフを行います。準備が整いましたら場内に試合を開始いたしますので、しばらくお待ちください。
なお明日